今回は夏に使いたくなるよ、いつもよりオーロラ感が強いウラウラな感じのデザインやっていきます。ではカラーを作っていきます。今回主役のウラウラなオーロラはカラーなしなので、サブのカラーを作っていきます。インクカラーを使っていくので、クリアジェルを2箇所入れていきます。で今回はグリーンとブルーを混ぜます。インクカラーにしていくときって結構濃いめに作っていくこと多いんですが、今回は濃すぎず薄すぎずですね。もう気持ちだけ。あ、綺麗。これくらい。やっぱインクカラーってかき氷のシロップみたい。次ブルー、チコッと入れようと思うと手が震える。あー、めっちゃ綺麗。本当にブルーハワイみたい。かき氷メロン派、ブルーハワイ派。私ブルーハワイ派です。こんな感じですね。いつもよりちょっと薄いですよね。でこのカラーをしっかり薄い感じのものを出していきたいんで、ベースに柔らかい白を作っておきます。うん、こんな感じ。そしてサブにもオーロラの強いホログラム、これすごいお気に入り。カラーのところに散らしても可愛いし、この前お客さんにこれとクリアジェルで混ぜて、もうこれだけでこうグラデーションみたいな風にやったんですけど、すっごい可愛いの。お、クリアジェルで混ぜておきます。ちょっとでいいよ。これ普通に撮ると大きいホログラムの方がたくさん入ってるんで、大きいのは少しで、これちょっとね斜めにしてもらうと細かいのが出てくるんで、細かいのをちょっと多めに混ぜておいてください。うん、かわいい。はい、こんな感じです。オーロラはカラーがいらないんで、サブのカラーだけです。ではメインの指からやっていくんですが、カラーなしなので私の中でこの3つお気に入りなので、これはもう見た感じパープルですね。でこれはシルキーオレンジ、輝くとオレンジに見えるんですけど、でこれはほらピンクに見える感じの、この3つをランダムに入れていきます。ノンワイプ塗る前に蓋開けておくといいです。今回は全体ではなくちょっと爪先にやっていくので、爪先にアーチを描くような感じでノンワイプ塗ります。根元真ん中より少し上ぐらいまで、これ適当で大丈夫です。硬化します。はい、硬化が終わったらもうランダムに、まず紫から、この辺紫で、今度順番にオレンジこの辺で、ピンクこの辺っていう風にやって、あとはどうしようかな、ピンクで、あとはもう全体的に混ぜる感じにこすります。なかなかこんな風に好きに塗れる感じないですよね。まあ、一色のオーロラでもいいと思うんですけど、まあ、こうやって3色ぐらい混ぜてもらうと、このちょっと角度で若干やっぱ色がですね違って見えてくるので、私はこんな風にやってます。おすすめです。まあ、もちろん下クリアなのでもうほんのりっていう感じなんですけども、まずこれが下準備。そしたらここで登場するのが、じゃん、オーロラフィルム。今回は D ネイルのものです。このオーロラフィルムもいろいろなメーカーのものがあるんですけど、この D ネイル結構ペラペラなので、まあ、中に埋め込んでいくんですけど、ペラペラなものの方がいいです。でこれを筒になってるので切りにくいので、さっきじゃん切っておいたんですけど、これを今ここに塗ったこの幅ぐらいでカットしていきます。まず大体のかな。でこれ筒タイプになってたんで、こう分かりますか、ちょっとアーチしてる感じなんですよね。でこれが内側になるようにやってあげた方が綺麗にフィットします。でここにこうやって入れていきたいんで、ちょっとここのところは少し丸みをつけておきます。こんな感じ。きっちりと下かも形じゃなくても大丈夫なんで、大体で OK です。じゃあこれをつけていくので、クリアジェルここの部分に塗ります。これ注意、あんまりたっぷり塗りすぎると分厚くなっていっちゃうんで、これくらいにしておきます。でフィルムのせます。うん、かわいい。ほら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 、きちんとした形じゃなくても大丈夫で、やっぱ爪ってこういう風にアーチしてるので、この横のところ乗せてみると分かるんですけど、こう浮いてるところとかがあるんですけど、これをちょっとこうトントントンと押さえながら硬化します。だけどちょっと完全にピタッとはしないんで、スタンパーにライトをつけて前ね、シールペタってくっつくようにやったんですけど、今回はあえてそれをやらずに、こんな感じでちょこっと浮いてるところもありつつで硬化していきます。はい、そうするとほらピタッとスタンパーでやってないんで、ちょっとこうやって浮いてたりとかするんですけど、これがウラウラなんです。あえてピシッとした感じじゃなくって、この浮いてるところとかを含めてウラウラしている感じを作ってみました。じゃあここにもう一回ミラーをやっていくので、ノンワイプ塗っていきます。
このオーロラシートを埋めてあげるような感じで載せます。だけど無理に埋めて分厚くしないようにしてください。後からねはみ出してるところは削ります。はい、硬化です。はい、硬化が終わったらもう一回3色のミラーパウダーをところどころランダムにこすりつけます。そうすると今もいい感じになってきてるんですけど、このオーロラシートがちょっと曇った感じになるんですが、これが可愛い。やだ可愛い。このねノベルとね D ネイルのやつ両方好きなんですけど、これね意外とこのシルキーオレンジこれいいですよ。結構好き。ほらほら、わかりますか、このうらうらしている感じ可愛い。じゃあこれであとトップジェルですね、コーティングをしていくんですけれども、その前に柔らかい白のカラーを一層引いていきます。通常通り根元サイドのラインを合わせて綺麗に塗っていきます。こんな感じのシースルーです。はい、硬化します。はい、硬化が終わったらオーロラのホログリッター、これを胴に取ります。で、根元のところにまず置きます。で、この時根元全体に置くのではなく、このまあ中心付近ですね、ここにしっかり角は1個ぐらいしっかりと合わせてもらって、そこから順番にこうちょっとグラデーションになるように下に引っ張っていきます。 できるだけこの大きいホログラムは上にあった方がいいので、この辺で、ちっちゃいホログラムがチラチラチラーっと下までつながるような感じです。で、このオーロラのホログリッターはすっごい可愛いんで、たくさん入れたくなるんですが、ここでちょっと注意です。この上にカラーをつけていくので、じゃん、横から見た時にほら結構ホログラムって厚さがあるんですね。これがあるとどん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 厚みが増してぼってりしちゃうので、ここでしっかりと厚さをこうちょっと立っているものとかは寝かしてあげるような感じで調整してあげてください。結構重なってたりするんで、そこら辺を注意してください。はい、じゃあ硬化します。はい、では硬化が終わったら、今回は上からクリアジェルを薄めにかぶせてちょっと平らにします。これは平筆で別にわざわざ使わなくても、さっきのポイントの筆でさーっとホログラムを埋めてあげるような感じで伸ばします。このボコボコがなくなれば OK です。といってもボコボコ完全になくそうと思ったらトップジェルみたいな感じになっちゃうので、多少です。これくらいかな。はい、硬化します。はい、ではかき氷のメロンとブルハワイこれを上からのせていきます。まずはグリーンです。右半分にのせます。まず根元のところ、本当に半分から右にのせてもらって、ほんのりこのグリーンが色づくというような感じです。さーっと伸ばすだけなんで、薄いしクリアカラーなんですごくぼけやすいです、うん、じゃあこれで硬化です。じゃあ次にブルーハワイ、今度は左半分です。これねすごく簡単。結構濃いめの縦グラデーションとかってぼかしが難しかったりするんですけど、クリアカラーで薄めなん でしかもこれ下に白を引いてあるので薄いカラーでも入るんです。さーっとほら、こうやって引っ張るだけでもグラデーション自然になってくれるから、すごく綺麗だし簡単。ただこの根元のところはちゃんと入れておいてあげてください。はい、綺麗。硬化します。はい、めっちゃ綺麗。オーロラのホロも中に入り込んですっごい綺麗。クリア感のあるカラーなんで、オーロラが死んでないですね。で、これだけでもサブにするのはもったいないぐらい、10本の指にこれでも OK ですよね。よし。はい、ということで2本一旦デザイン完成なので、トップジェルでコーティングしていきます。通常通りトップジェルコーティングしていくんですが、オーロラシートを入れてるので、ちょっとこのトゲがあるところの高さに合わせると厚みが増しすぎてしまうので、ちょっとチクッと出てるところは後で削っていくので、通常の薄さでコーティングしていきます。はい、硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取って形整えます。で、この時にちょっとチクッとしているところは削っておきます。はい、こんな感じです。ではでは続いてこの主役の裏裏オーロラ、ここちょっと薄くて見えにくいんですけど、こういう風にアーチかけるような感じで裏裏のオーロラにしたんで、そこの境目をアイシング使っていきます。太めのラインを入れていきたいので、このちょっと太めのポイント筆です。こんな感じでもう角が立ってるぐらいで取ると使いやすい。で、この今角が立ってるところを始まりにするような感じで、
この辺からで太くなるようにしたいんですけど、いっぺんにはちょっと難しいので一旦この辺できるから、もう一回この辺からで抜けるような感じで、ちょっと高さをつけたいんでもう一回乗せます。うん、いい感じの高さ。じゃあ硬化します。硬化が終わったらミラーこすりつけるんですが、今回はユニコーン、ちょっとオーロラのウニウニに合わせてさらにユニコーンでウニウニに、ウニウニ？ウラウラにしていきたいと思います。やっぱ私ゴールドが好きなんですけど、ちょっとオーロラを生かすようにラインもユニコーン。やっぱ夏にユニコーンって可愛いと思う。うん、可愛いなんですが、ユニコーンって結構薄めなんで、もう一回ノーワイプを塗って重ねます。パレットに置いて筆で塗ります。アイシングジェルを白とか使ってあげるとユニコーンはっきりすると思うんですけど、まあ、クリアしかない人は、私も今回支えてやっていくんですけど、こういう風に2回やるといいかな。はい、もう一度こすります。うん、やっぱり2回やるとはっきりしますね。はい、こんな感じ、かわいい。ちょっと夏の涼しげな感じで合いますよね。オーロラの裏裏に合う、かわいい。ということで最後にノーワイプトップジェルでツヤ出しです。ここの裏裏オーロラのところはこのアクセントにミラーアクセを入れたので、このノーワイプがたまらないように塗っていくんですが、まずは全体的にしっかり行き渡らせます。じゃないと剥げちゃうんでね、これで行き渡らせたら立体のところに溜まってるものを拭ってきます。はい、硬化です。はい、こんな感じで完成です。イエーイ。ほら、オーロラの裏裏、いつものオーロラに比べてまたこの裏裏感がたまらない、かわいい。これまた裸眼で見るのとレンズを通すのと違ってくるんですけど、わかりますか、このオーロラシートがウラウラしているもんで、このピンクに見えたり黄緑に見えたりで、ちょっとオレンジに見えるところもあったりっていうような感じで、本当に綺麗。ということで、なんか怪我してると思いましたよね。違うんです。ほら、全面ウラウラオーロラ。そしてここもじゃん、中指と同じ。そしてここは外し、じゃん、ウラウラオーロラ、かわいい。前お客さんにもやったんですけど、外で写真を撮るとこのウラウラ感がたまらなく綺麗なんです。まあ、なのでこれ外じゃないんでちょっと残念なんですけど、本当になんか今までにないような感じのオーロラな気がして、私はすごく気に入ってます。かわいい。そしてこの外しのところもオーロラのミックスホロ入れてるんで、ほんのりこのブルーとグリーンも効いてて可愛いですよね。うん、夏に絶対やりたくなるオーロラ、ぜひいろんなやり方で試してみてください。簡単、めっちゃ可愛い。夏に絶対やってみてくださいね。ありがとうございました。バイバイ。今回使った道具はこんな感じです。クリストリオのパーマシャイン、サロンユースのノーマイプトップジェル、メルティのクリアジェル、シンプリーのピグメントリキッドグリーン、ココイストのブリーディングインクブルー、ベトロの55番、ネイルタウンのアイシングジェル、クローのダズリングパウダーユニコーン、トイツのパープルのオーロラ、ノベルと D ネイルのオーロラパウダー、エスミントのオーロラホローグリッターミックス、 D ネイルのオーロラフィルム、筆はフルーリアの平筆とフリジェルのポイント筆、ココイストのポイント筆です。はい、それではもったいないけど外していきます。ウラウラ解除。はい、こんな感じです。かわいい、これはいいね。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日ついにやってきた我が家のおてんばした娘のお誕生日。お休みの日にお誕生日プレゼントをトイザラスに買いに行ったんですが、それまでに欲しいものを決めといてねっていうふうに言っておいたんですけれども、なかなか決めきれないおてんばした娘。普段はあれが欲しい、これが欲しいといろいろ言ってくるのに、いざ買ってあげるというとなかなか決められないみたいで、もう本当に店内をうろ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 してすごく悩んでいました。やっぱり惹かれるのが上娘にも買ってもらったプリンセスのドレス、なんかそういったキラキラしたものとかドレスが気に入ってるみたいで、またドレスがいいというふうに言ったんですが、さすがにドレス何個もあっても普段着れるものでもないので、違うものにしなよっていうふうに言ったら、もう全然決めれなかったみたいで、
そして最終的にたどり着いたのがこれ。女の子ならだいたい欲しがるようなキッチン。上娘たちの時は3歳4歳の頃に欲しがったので、その時に買ったんですけれども、おてんば下娘は子供チャレンジのキッチンセットで満足していたのでいらないんだろうなと思っていたら、まさかの6歳でこれ。今という感じだったんですが、もう絶対にこれがいいと言って聞かないので、考えてみたら今だからこそしっかりと遊べるなという感じだったので、置くところもないのにと思いながら仕方なく購入。ちび息子と一緒に仲良く遊んでいました。以上、我が家のちょっとした出来事でした。